2013年度卒業、経済学部、設楽雄太です。地元に陸上教室があったので、親にやってみないかっていう誘いがあったので、小学校6年生から兄貴と一緒に始めました。小学校始めた時はあんまり長距離の練習というか、短距離中心にやってたんですけど、本格的に長距離始めたのは中学校1年生ぐらいでした。兄弟で一緒に入学して、最初は兄弟比べられるのはそんな気になってなかったんですけど、やっぱり周りから自分は設楽の弱い方とか言われてきたので、そう言われるのが嫌だったので、絶対結果残してやるっていう気持ちになって、やっぱり大学2年生の箱根駅伝からしっかり結果残してるので、そこから自分は変わったんだなと思います。僕の走りの持ち味っていうのは最初から攻めの走りをする走りなので、世界の相手でも積極的に攻めて、そういう走りができれば必ず結果もついてくると思います。本当に今の時期が大事な時期なので、そこでしっかり強化して、リオ五輪では応援してくれる人たちに、結果で恩返しできるような走りをしたいと思います。リオ五輪終わってからはもう駅伝中心となってくるので、まだホンダっていうチームはニューイヤー駅伝の優勝もないので、そこで来年は初優勝して、で4年後の東京に向けて、来年はマラソンやるんで、東京オリンピックでは兄弟で絶対にマラソンで出たいんで、これからマラソンの準備して、4年後ではメダルが届くところまで成長していきたいです。